はい、ということで、今回もまたまたやってまいりました、エボル接骨院でございます。加藤さんでございます。いや、もうだいぶ僕の生活リズムの中のルーティンにこのエボル接骨院が入っておりましてですね、場所はまあ四ツ谷三丁目なんですけど、周りもね結構飲食店も多くて、ここで頑張ってるのに帰りになんかどっか食べちゃおうかなっていう誘惑に駆られながらいつも来てるんですけれども、まあ前回がウエストが 83.5 までウエスト縮まったんですけども、約 1.7 センチ縮まりまして、で今日また1週間空けてきてるんですけど、いつも僕この最初言い訳タイムを言わせていただいてるんですが今週もね結構いろいろありましてですね、主にストレッチをメインにやってます。ということはなんか正直ジムに行かなくても家でやれるんじゃないかっていう、実際のぎっくり腰2人来てるんですよ。あ、そうなんですか。はい、いきなり休館で電話来て、はいはい、それでその方は何をされたんですか。体を温めて、はい、施術をして。あ、心音治療ですか。はい、で帰りはだいぶだいぶというかもう痛みがなく、その方はですねそんなにひどくなかったので、まあ個人差ありますけどね、はい、それも。じゃあぎっくり腰で、はい、うわーって言った時にエボル接骨院駆け込みでるんじゃないですけど、はい、連絡すれば、そうですね、結構応急処置みたいなのもやっていただける、はい、ああそういうのもあるんですよ。はい、ということでね、最初にウエストを測りたいと思います。前回 83.5 、まあ、戻ってると思いますけども84.7、はい、1.2 センチ、はい、84.7、まあ、ちょっと戻ってしまいましたけども、この 84.7 からまた心音治療で30分やってまたウエスト測りたいと思います。はい、ということで今心音治療30分やりまして落ちてしまったんですけど、ウエスト測りたいと思います。 83.9 でございます。まあ、今までに比べたら大きなあれはなかったんですけど、縮まりはこれは現実なんではい、そうですね、 0.8 今回はウエストが縮まりました。まあ7回目はこんな感じでございます。これちょっといつもやってるんですけど、映像では伝わらないかもしれませんけど、この加藤さんがちょいちょいこうやってやってくれてるんですよ。これが結構きついんですよ。何がちょっと映像だと分かりにくいかもしれないですけど、ちょっとだけこう、あ、くそ、これが、お、だいぶ、ああ、いやー痛い。呼吸をして、そうですね。もう固まっても肘はつくんですよ。はい。もう少しつかなかったですもんね。そうですね。これ肘つかなかったんですけど。はい、もう片っぽだったらもうつきますね、うん、まあ両肘がもうちょいなんですけどね、うん、今加藤さんがねお尻押してるんですけど、すげえすげえきついっす背中ですね。背中のあの肩甲、そうです、こっちの広背筋のところが伸びてます。左がきついですね、左の広背筋が。4、2、3、4、そう、はい、5、2、3、4、そうだよ、はい、4、2、3、4、押して、5、2、3、4、ケーキ、横っ腹もそうだし、うん、腹筋いじめって感じですね。これ皆さん夏までに家でできますよ。で4秒かかります。はい、わかりました。はい、いきます。1、2、3、4、はい、戻します。2、2、3、4、そう、3、2、3、4、
4、2、3、4。あー、足が。ラスト5、2、3、4。 OK。 いや、もう弱ってるな。情けない。伸ばして、曲げて、伸ばして、はい、はい、よし、はい、1、そう、2、そうです、3、中に切るように、そう、4、そうそうそう、6、そう、6、7、そうです、8、9、そう、10、オッケー、1、そう、2、そう、3、4、5、6、7、8、そう、はい、ということで今回7回目でございましたけれども、ウエストが 0.7 センチ、はい、はい、縮まりました。まあもうここに来ても84、3センチ台に来てますんで、まあ大きな変化っていうのが今までみたいにはちょっと出てこないのかなっていう感じもするんですけどね。まあでも縮まってることは縮まってるということで、最初にこちらのエボル接骨に来た時は 91.9、 約92センチあったのが今日は 83.9 センチということで、まあ、これでもだいぶ、はい、そうですね、縮まってはきてます。1ヶ月半、もうすぐ2ヶ月経つぐらいかなっていうところですけど、なのでもう夢のマイナスウエスト10キロこれはいけるんじゃないかなと。まあでもウエストが縮まってもバランスというか、ただウエストが縮まればっていうだけじゃなくて、瞬発力だったり、あとはインナーマッスルというか、そういったところもやっていかないと、転倒予防とか今のうちにやっとかないと苦しくなるのかなっていう。で、こちらのエボル接骨院のホームページありますんでね、下に概要欄、リンク貼っておきますんで、まあ、興味ある方はぜひチェックしてみてください。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございます。